ほう、ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足でまとい。てめえ、絶対許さねえからな。すまなかった。許さごときと思っているサメロが、このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい、だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが、オロチマルとやら、お前はまあいい、他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで？バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、始まっちゃったよ。ふっと。分かっている。少し本気を出して見ようかの。どうなされている、こちらまさま。いや、こうして再びお前たちと共に戦える時が来るとは思ってなかったが、自然と笑いが出てしまうのだ。柱間様は変わりませんな。今回ばかりはこのわしも心が高鳴っております。力を見極める、行くぞ。よし、いや、受けてやるか。伝統佐野を探す。
残念。隙ありだ。わしに任せろ。行くぞ。僕がやろうか。お前と行けてる。そのようだ。この感じ何か仕掛けてくるな。さて試してみるか。力見せてやろう。なんか今はそうなんだけど。大気が震えている。木竜の術。終わらせるぞ。あとよろしく。すっきりしたぜ。送り物。逃げられると思うな。逃げられると思うな。僕がやろうか。受けてみない。送り物術。奴らの力を見極める、うん、何を遊んでいる。水遁水晶波。水月。やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないよ。ああ、どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。お
さて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は？うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える、ナルト。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。まだな。今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。